帽子は、防御、防寒、防砂、装飾を主な目的として頭に被る衣類の一種。素材には布や織、比較や毛皮、ゴムやプラスチックなどが用いられ、用途に応じた様々な形状がある。冠やターバン、ヘルメット、兜、ぶと、かつらなどを帽子に含めるか否かについては、議論がある。日本では、明治4年8月9日の散髪。 脱型たなにより曲げを言う男性が激減し、代わって帽子が急速に普及した。西洋式の帽子は当初フランス語で、シャッポ、シャポーなどと呼ばれ、和服に、シャッポというスタイルで男性を中心に広まった。歴史的には特定の頭部のソーシングは、その人物の社会での身分を示すこともある。白いトックブランシェは、白い上下のシェフの制服と共に一目で養殖の、 料理人と認識されるアイテムである。ベレー帽は画家を、麦わら帽は夏や農村を連想させるものである。今日では特定の帽子を身につけるように求められる。状況は限られている。代わって、ファッションとして帽子の必要性が認識されるようになった。特定の被り方や帽子が所属する地域やサブカルチャーを示すほか、疑似的に制服に近い意味合いを持つものもある。 野球棒は一般に特定チームへの指示を示すものだが、ヒップホップ、ストリートファッションのアイテムとしても多用される。英語では頭に乗せるものの総称として、ハット、比較的柔らかい素材で頭部にフィットする形状のものをキャップと呼んでいる。ハットと呼ばれるものは一般に装飾的で、全周に唾を持つものが多いが、例外もあるため一概には言えない。 現代に使用される実用的な帽子の大半は、キャップに分類されるが、習慣的に、ハットと呼ばれるものもあり、その境界は曖昧である。なお、下記の一覧のように、帽子の種類によって様々な呼び方が存在するため、具体的に何を指すかはこれらの呼び方を把握する、必要がある。高校野球における脱帽と最敬礼食事の際19世紀から20世紀にかけて、 山高坊が紳士の霊装として認識されていた。当時のヨーロッパでは以下のように言われていたという。もしその人物が家の中に入ってきて帽子を脱ぐようなら真の紳士。帽子を脱がないのなら紳士のふりをしている男。そして帽子をかぶっていない人物は紳士のふりをすることさえ諦めている男。このエチケットは軍隊のそれに準じており、 入隊教育の中で、新兵は帽子の取り扱いについて抗議を受ける。軍隊では戦闘中でなければ、屋内だけでなく感染の中でも脱いでいなくてはならない。また、定例の一つとして、帽子を取ることがある。これ以外の状況では、葬式や国家聖書、食事などが帽子を脱ぐべき状況である。男性の挨拶として帽子に手を当て軽く、 前に傾ける、一瞬だけ持ち上げ掲げるという方法がある。女性の場合、帽子は清掃の一部とみなされているためこの挨拶を、する必要はなく、小さくお辞儀をする、スカートをつまみ、右足を引いてかがんで小さく、身を沈めるなどで十分である。キリスト教の教会では、男性は帽子を取ることが求められるが、シナゴーグでのユダヤ教徒やモスクでのイスラム教徒など、 帽子を取る必要がない宗教もあり、帽子に対する態度は様々だが、いずれも神への経験さを示すという点で一致している。キリスト教徒が帽子を脱ぐのは膝をつくことや頭を下げることと同じ意味で、神に対する経験さからである。ユダヤ教徒はタルムードにより独特のキッパーを被ることが決められている。これも唯一神の偉大さ、人の非小さは相性さを、 こうむるものに認識させるためである。軍隊学校その他1955年の復職辞典により、防寒防雨よ1955年の復職辞典の婦人用帽子一覧。1、ベレー帽2、クローシェ3、トロッター4、トーク帽5、キャプリーヌ6、キャノチエ1955年の復職辞典の婦人用帽子一覧。 7, ブルトン 8, ボンネット 9, ボレロ10、ターバン11、キャスケット。ありがとうございます。